ネイロさんエンジンルーム、うん、来てください。ネイロさんちゃんと言ってくださいね。セリフですかね、鈴宮。ね、おお、これは。いやー。どうすんだ、これ。すげえ、いい AV や。いい AV や。いや、これすごかったなー。いやー刺さってたねー。さすが魚さんやなーって感じだな。うめえうめえ、死体ジーソーがうめえ。あれ死んで動いちゃってたからなー。みんなだいぶずらしたね。時間経っちゃったっていう証言も。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや僕入れてるでしょ、つまんないし最後のゲーム。あ、つまんない。ちょっとセルフィーさん今後考えさせていただこうと思いますね。魚さんかな今右側。あー、それ白い。多分これやってる途中に来るんだよな。魚さんどこ行くんだろうな。あ、モルさん。はい。おお、ナイス。見れないんだ。うん。前のせいで俺たちがタスクしなきゃいけないのか。いや。でも開けないのか絶対に。ユタさんの動きはちょっとクルっぽく見えたけど、どうなんだろうな。合ってんのかな。さっきでももろ外しちゃったかな。ユタさんインポスターじゃねえとか言って外したから、やっぱ俺のクロロックが下手くそなんだよ。騙されるんや俺は。自分が白だと思った人間は黒だと思う。これでいこうっていうのを多分前にも言って失敗している。あれ、こっちか。テラゾウさん白っぽいな、だから黒や。タスクやってる人に見えるな。あ、誰もおらん。よいしょ。超タスク順調よ俺。終わりそう、終わりそうだけど、そろそろノア魚、ノア魚、はい、え、ああ、レポート、ああ、はい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 、ドッキ見てる人隠しろだ、わあ、そうだ、隠しろっていうか、このキラメイちゃん、ノアくん無理かな、はい、魚さんも厳しいんじゃないかな、多分ないと思います、うん、貨物の金庫のタスクのところでタクヤがさ一番最初にやってて、最後ね、でノアくんがその後入ってきて、魚さんが一瞬だけ金庫チラ見して、僕の後ろついてきてたのか分かんないですけど、最終僕はバイタルのところにたどり着くかつかないかぐらいのところでこのレポートなんで、多分実際なかった、多分ね、魚さんがねラウンジのトイレタスク左から2番目かなやってたのを僕が後から追いかけていって、魚さんが多分後から来てるからキルする場所がない、死体がないかな、うん、うん、右上なら多分無理ですよ。テラトーさんは席からキッチンの方に出てるもん。あ、そうなんだ。あ、セルフィーさんもね、エレキで見てる。リンさんからなんか情報って出ます？え、情報って出ますというと、石油でテラゾーさんとリンさんが、うん、テラゾーさんは見てないけど、東さんは見た。見てないんだ。モルテンリンで多分カメラを見ていた時に、はい、テラゾーさんが席からエレキに、エレキじゃないや、キッチンに抜けてっているはず。あ、そうなんだ、うん、私はそれが見えてない。
寺蔵さんごめんなさい見えてなくて、東さんとモルテンさんがいたのは見えてて、カメラ多分潰れてます私と。一応ノア君、その情報が本物だったらノア君、魚拓也さんが隠しの状態かな。あの状況的にこれ、うん、寺蔵さんが切られていて、かつセルフィングさんがそれを見つけてレポートした瞬間にキルが起こってるからダブルキル扱いだと思ってよくて、うんうん、届かないと思う。あで、モル東もはい、無理できないです。あ、私から出せますしか、カメラ見てる時に、エレクの方にモルテンさんと東さんが行ってるのが見えてるので、私が多分残ってる席。メイさんは最後、そう、まだ席にいるんですか。うん、最後まで席にいます。だから私を超えていかないと東さんとモルテンさん無理なので、私から白が出せます。ユタさん、リソさん、ネイロさんの一気行きたい。最後、はい、シャワーです。鈴宮は最後ミーティングにいます。リソテープタスク、リンさんがやってるところにかぶせてやりに行って、まだ終わってないからリンさんが最後までそこにいるかは見えてないです。え、あ、そうなの。あ、ごめんなさい、私もリソさんは見えてないです。こちらの扉が鈴宮がミーティング上がるときに閉まってます。全閉まりってこと。リソさんどっちから来てるんですか。あ、エレク側からモルちゃん、東さんとすれ違っていってます。あ、そうなんだ。じゃあなんかリソさん無理そうな気がしますね。うん、無理だと思うな。これどこだろう。この14はきっとインポスターなんやろ。やばい、逃げよう。だよねだよね。めっちゃ今日ユタさんにやられるな。お、やば。あ、何さっきね。パクヤさんは初動今回シャワーにいました。え、赤火で巻いてます。あ、そう、セルビさんさっきのあれか。んてか、これどこできる。え、クヤリン、え、ここにいるの。クヤリン音色、いや、普通に、あ、さっきのキル、テラゾさんのシニング結構比較的30秒以内にあったから門番じゃないんですよ、1人の、うんうんうん、だからそこに2人以上2人いたはずだから、モル東はリンさんから白が出てるから白、うん、タクヤさんから右側にいたって言ったさかなさんとかノアさんだったノア君、うん、が無理だから。音色リスト、音色言ったリソに、うん、何か切れる人で、リサさんが竹谷さんになんか無理そうじゃないって話してた。音色ユタを釣れば終わる気がします。素晴らしい。え、なんで2キロ発生してんだこれ。あ、どういう、ああ、そうかそうかそうか、シェリフのあれとかじゃないから、そうだそうだ、かつ寺田さんって死んでから多分30秒経ってないはずだから、一人の門番じゃないから、普通にさっき浮いてる音色ユタリソの中でリソさんがちょっと拓也さん視点薄いって話だったから、うん、音色ユタを優先して釣ればいいって感じかな。シェリフです魚。どっちか釣ってどっちかにシェリフ乗る行使するのでエンジンルーム来てほしい。はい、うん、はい、じゃ釣りますか。どちらでもいいですか。今回宿舎の扉とか見てくれた人いませんか。いや、扉は容疑者位置的にはユタさんの方が結構位置的にありそうから、だからそうなの、ユタさんからでいいかなと思っちゃうけど、どうだろう、うん、微妙。あ、大丈夫、いや、いいと思います。微妙っすよ、さかなさん。本当に。はい、じゃあ投票します。だって切ってるもん、自分で自白してるもん。いやいやいや、シェリフですよ僕。あ、出た。やってますこれ。なんだ今日。これリソリソって別に絶対できないわけではないんですよね。なんで弾かれたかっていうと、リソは貨物バイタルって言って、うん、バイタルで拓也さんと見合って誰も死んでないの確認してから、エレクトーってモル東さんに出会って、さらにそこで席行ってから、リソさんに見合ってるから、そう、挟まれてるからっていうことだと思う。そうっすよ、リソさんは無理。ネイロさんエンジンルーム。おい。ネイロさんちゃんと行ってくださいね。セリフですかね、鈴宮。いやーみんな正直すぎだろ。なんだ今日のちょっと粘れよ。こ
これはちょっとどうしようもねえな。なんだろう、もう。ゴリゴリで門番してたけどね、俺切られてる。あ、そうなんだ。そうだ。いや、門番ってギリギリ間に合っただけ。どうするこれ。あ、そうなんだ。どうするんだこれ。おお、これは。いやー。あー、邪魔する。どうすんだこれ。すげえ、いい AV や。いい AV だ。なんで？いい AV で。よかった。あの詩人の盾になりたかった。モルテイさん近づかない。まだ近づいてない。危ない。離れました、ちゃんと。離れましたよ。よく今。めちゃくちゃもう。丁寧じゃん。離れてみてました。いや、魚さん、エイム良すぎる。いや、そう。ハートメイドのインボスか。グルメイドしたのに。いや、もう知らんと思って、もう。